どうも皆さん、みんな大好き天津飯さんが蝉の力を見せてくれるぞ。お、やっと復活したんだな。そうなんだよね。これできっとみんなライジングがやりにくくなるはずだよ。なるほどな。というわけで早速 PVP をやってみます。なるほど、めっちゃ悩むな。時間かかりそうなので得意のスキップ。おい、青属性多すぎだろ。すっげー迷った結果、これになった。とりあえず試合開始までスキップ。フュージョン。はぁー、一見せのかっこいい。対戦よろしくお願いします。相手はもちろん緑ブラックだよな。あ、でもすぐスイッチしてきた。いつもの読みまけー。そらこー、ここから反撃開始だい。あっぶねー、射撃にしておいてよかった。打撃カウンター強くよ。もうこれじゃまだ飽きないよね。相手が3体いないと天津飯さんの真の力は発揮できないのでは。え、マジでちゃんと説明を読みなさいよ、こら。本当だ、3人制限している時って書いてある。なので強いようで強くないような、微妙な感じになりそうな気がする。ネタになりそうですな。よし、畳みかけるぜ。もう、身勝手強い。この一面は身勝手が猛威を振るうだろうな。相手になってやる。タイミング悪すぎる。タタタタタ。これで読みが外れたら天才が助けてくれるはず。おお。おお。すげえ、本当に中断された。でもその後追いかけるか殺すかはうず虫次第。見事にやられております。惜しい、落とせなかった。逆に落とされてるじゃないか。天才が何とかしてくれる。あたお。さすが天才、ちゃんと耐えてくれた。本来、天津飯にはハメハメハは効かないんだけどな。これでベジットが落とせないのだっつー。行くぞ。ここからが大事だ。俺の目からは逃れられん。落ちろ。あ、やば。もうゴリ押しされて終わるよ。やっぱりタイミングずらされてる。わざとなのか、それともただのミスなのか。あれはミスのような気がするな。ここでベジットは落とすぞ。行くぞ。ここで苦手にチェンジしてくると思ったけど、相手のパンと考えてるな。あいっ、
ああ、これはミスった。なぜ打撃にしなかったんだ。ライジング撃ったこと頻繁で復活するよな。この後が勝負だな。って読まれてるじゃん。これで先輩の役目は終わった。逃がさんぞ。あとはウルゴジでとどめだぜ。ライジングが溜まってるなんて誰が予想できたでしょうか。みんながいたからオラここまで来れたんだ。いや、見事に負けました。完全に相手の方が上手だったな。ではもう一回だけ遊びましょう。先ほどと同じ組み合わせとなっております。果たして天津飯のライジング無効化は見せれるのだろうか。対戦よろしくお願いします。やっぱり時代は初っ端の蛇口だよな。それはお前だけだよ。お、これはラッキーですぜ。これは避けてからだぜ。きっとなんで避けられるねん。単純に画面タップが遅かったんだろうな。ここでカバケン向こうが響くぜよ。これはまだ続くが、もう限界だよ。だからなんでタイミングが取れるんですか。もう天津飯のライジング無効化。とにかく勝ち抜くぞ。よし、これで龍拳悟空がいなくなった。緑の恐怖がなくなったかな。カバケン失敗。やめるんだ。これは天津飯さよならかな。これで2対2、ここからだ。あらら、これは負けフラグかな。いがって悟空ならなんとかしてくれるかもしれぬ。お、落とせた。さて、どうしようかな。もう引くわけにはいかねえ。ユニークゲージを回復してっと。マジかよ、でも踏ん張りがあるから大丈夫だろう。究極アースじゃー。さすがに落としきれないか。あ、終わったと思ったら攻撃がやんだ。
こいつが身勝手の極意だ。お、ギリギリで勝てました。この試合はライジング無効化はお見せできなかったが、これはこれで面白い試合だったな。はい、今回の動画はここまでです。次の動画制作も頑張ります。では皆様、またねー、バイバイ。